マリヨハンナ・キビニエミは、フィンランドの政治家。元フィンランド中央党党首。フィンランド共和国首相。西総ミ州南ポフヤンマー県、聖なよきで養鶏を営む家に出生。同県の農村で育った。ヤラスヤルビのハイスクール在籍時には交換留学生として1年間、ドイツで過ごした。1988年にヘルシンキ大学に入学。 経済学を勉強し、後に夫となる男性と出会う。1996年に結婚し、二人の子供を設けた。1991年に国会議員選挙に立候補するも落選。スウェーデン中央党学生連合幹事長に就任する。社会科学で収支を取得。その後1995年に再び国会議員選挙に立候補。 南ポフヤンマー県選挙区で9350票を獲得して当選した。2003年に副党首に就任。2004年はマッティ・バンハネン首相補佐官を務める。2005年に産休を取った貿易、開発省の代理を6ヶ月務める。2007年に地方行政担当大臣として本格的な入閣を果たした。2010年1月に マッティ・バンハネン首相が健康問題を理由に退任したため、中央党党首に就任。6月にタルヤ・ハロネン大統領から首相に指名され、再び国家元首と首相が女性となった。しかし、翌年6月の総選挙で、中央党は大敗北を喫し、第4党に転落。代わって第1党になった国民連合党のゆるき課大年党首に首相職を明け渡した。 フィンランド語はもちろんスウェーデン語や英語も流暢に話す。趣味はクラシック音楽でピアノとフルートを操る。他にもジョギング、スキー。夏はバナヤベシコのダーチャで過ごす。ありがとうございます。